こんにちは、ゆうです。今回はですね、こちら、まだ捕まえたばかりの野生の激アラ青大将ちゃんなんですけど、手袋をね、取ったら絶対噛んでくるので、今手袋をしてるんですけど、なんとこの子がですね、3日で劇的変化をしました。はい、こんな感じで僕ツイッターでリアルタイムでツイートしてたので分かる人は分かると思うんですけど、3日でね、あの激アラ青大将がベタ慣れになったので、ぜひねこの動画で見ていただければと思います。まずは激アラ時代の青大将ちゃんからどうぞ。はい、ということでこちらが今の青大将ちゃんです。どうですか？めちゃめちゃ変わりましたよね。いや、あの激アラっぷりを見てると絶対慣れないだろうなって思ってたんですけどね。しかもずっと抱っこしていられるタイプの慣れ方なんですよね。いや、めちゃめちゃ変わったんで、すごいドキドキしましたね。嬉しくて。はい、しかもこんな感じでね、にぎにぎやっても大丈夫ですね。いや、考えられないですよね。もう最初だったら 100% 飛んできますよ。はい、うちの青大将ちゃんと並べるとこんな感じですね。どうですか？かなり綺麗じゃないですか？うちの青大将はね、特殊でかなり青くなってるんですけど、なんかエゾブルっぽいですよね、こっちの野生の青大将は。いや、もう今の時点でこんな綺麗なんで、まあ、うちの子も捕まえてから2年後にこの青色になったので、この子はね、はい、こんな感じのね、エゾブルーのカラーになるんじゃないかなと思ってね、期待をしております。もうね、こういう感じで床に置いといてもずっとじっとしててくれます。で、こうやって手を出してもね、もちろん飛んでくることはもうないですね。すでに懐かしいですね、もう飛んできた時が。で、こうやって下から支える感じで丁寧にハンドリングしてあげれば、もうこんな感じで、はい、おとなしく手に乗ってくれますね。めっちゃ可愛いですし、めっちゃおとなしいですよね。いや、もう本当に信じられないですよね。いや、もうしばらく信じられなかったですもん。また飛んでくるだろうなと思ってましたからね。でも全く飛んでこないですもん。はい、ちょっとケージにね入れたらまたこんな感じで仲良く寄り添ってましたね。めっちゃ可愛いですよね。で、これちょっと見てほしいんですけど、もうこの体がもうすでに青みがかってるんですよね、今の時点で。いや、これ日焼けなくなったらね、どんな色なのか楽しみですよね。いや、まさかね、あの激アラ青大将ちゃんがね、家に連れてきたらすぐこんなベタ慣れになって、しかもね、こんな綺麗な色だったということにも気づけたので、いや、ちょっとね、眩しすぎる太陽の下だと色わかんないもんですね。もう普通に焦げた青大将だと思ってましたからね。ということで、この子も飼育していきますので、よかったらチャンネル登録高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。